テーマ製材、注文製材、沈引製材、木材加工、木質ペレット製造販売しましょうというんです。早い方はもう長いお休みになっているかと思いますけども、今年はコロナ感染のためにステイホーム習慣ということで、不要不急の外出、そして人混みの中に行かないでお家で過ごそうということにお願いが出ています。昨日、緊急事態宣言が延長されました。本当に今が正念場なんだろうと思います。一日も早い経済、生活を取り戻すために、これ以上の感染拡大をみんなで防いでいこう、そういうふうに思いますし、頑張っていきましょう。私どもは明日まで営業させていただき、その後6日までお休みをさせていただきます。植松製材のこと、注文製材のこと、沈引製材、木材加工、木質ペレットのこと、何かございましたら、福島商店までお問い合わせください。今日も頑張っていきます。よろしくお願いいたします。